どうも、じっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、今日もストリートファイター V、 プレイステーション4、パソコンの専用ソフトを実況プレイしていきたいと思います。超初心者なんでね、まずはコントローラー、アーケードコントローラーをね、買ったばっかりなんでね、それに慣れれるように、このキャラクターストーリーっていうのをちょっとずつやっていきたいと思います。格ゲーもね、初めてなんでめっちゃ下手ですけども、もし見てくださっている方おられるならよろしくお願いいたします。ということで早速行ってみましょう。今日は竜を使ってみたいと思います。命を食らう破滅の力。竜は2人いる。全て剣の行き着く先。違う。答えはそれだけではないはずだ。なんか自分と向き合ってるんですかね。白目向いてる。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。え、突然。ああ君は。俺は逆巻く風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。ヒーローなのか。へえ。なんか王子かなんかなんですかね。なぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。結構軽いやつ、フランクなやつですね。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。どこ情報で竜を訪ねてきたよ。あれネットじゃ構えたらとりあえずネットで有名なやって話だったけど調子悪い。戦いの中に答えは忘れたのか。お前の口癖じゃろう。ですがこのままではいずれ戦いとは戦う相手を殺意の波動に飲み込まれちゃうのを恐れとるんですね。一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら分かった、戦おう。お、ラシード、風のラシード。そう来なくちゃ。始まってる。何言うわたのかな。あ、なくないのにやっと出ちゃった。いやー、負けた負けた。おこ。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう。あんたと戦えてよかった。ラシードは何で旅してるんでしょうね。力試し。なんで力試ししてるんでしょう。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよ。お前のことを心配しておったからな。はい。次は剣だ。え、ブラジル？遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。アメリカ人じゃないの？殺意の波動のこともな。破滅の剣。そうではない答えを俺が見つけるためには、いいぜ、付き合ってやるよ。あ、もうなんか内容薄いけどもう戦えない。来いよ竜。ああ、行くぞ。波動拳をさりゃ。波動拳さりゃ。コマンド脱練習としてね。
やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。めちゃええやつですね。気にせず戦ってこい。ああ、中国といえばチュンリー。違う。お前を探していた。ナッシュだ。殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということ。私と戦え。私は知らなければならないこの力の扱い方。あ、こないだねコメントちょっといただきまして、このダイヤシ、下ダイヤシとかもっと簡単なコンボをやってった方がどうですかみたいなこと聞いたんで、ちょっとやっていってみましょう。これですかね。ギリギリで当てましょうということだったので、この距離でも当たるのかな。気弱そうですが当たるの。外したよし。どのぐらい距離で打ってくるか。ちょっとさすがに爺様相手でも弱く設定しすぎですね。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。ナッシュ、この格ゲーはしたことないですけどもね、誘ってくれた種馬兄弟のもう一人ヤキイカなんですけども、彼が格ゲー詳しくてキャラの設定とか結構教えていただいたんでね、知ってるんですけど、ナッシュって以前死んだんじゃないですか。なんで生き返ってんだろう。あ、そうこうしてるうちに終わりましたね。ラシードとナッシュをやっていけばストーリーが埋まっていくんかな。うん、まあ少しずつねプレイしてコントローラーに慣れて、最終的にはねオンライン対戦で一生できたらいいなと思いますのでね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。